アプローチ編ピッチングバージョンパート2クショした出してる出してる、まあ、カルプリアでの土手が手前にあるんですね、はい、エッジとピンが近い場合あの近い場合っていうのはサンドメッシュ多分持ってると、うん、ここでそうふわっと落としてクン音みたいなそうですよで止まると思うじゃん意外止まんないじゃん止まらない止まんないどこまで行っちゃうじゃんなでマジ失敗したらさトップしちゃってさそう止まれちゃうじゃんあまあいつもの感じよねいつもの感じですねそれだとさやっぱり嫌じゃんこの辺に当てますなるほど当てるんです落とすんじゃないの当てるのだから強い球チュンみたいなほうチュンみたいな球で、うん、あの当ててでその勢いを殺してあげるのおー、うん、OK ちょっとやってみるよはい手前の土手にチュンみたいなあやばい今あっつっちゃった感じるとかありますね感じる感じる感じるピッチングでさっきみたいになんかもう本当に血を這うような感じの球でもしトップしちゃったとして もうそもそも土手に当てるのが目的だから別にトップしたところでそんなに怪我ないの、ね、じゃあ早速やってみてこれはグリップ的にはもう何も気にしなくて何も気にしなくて普通に構えてあそこにドクシって言うのそう、ドクシって言うのあー、わかるドクシ得意ですドクシ、もし左向こう逆だね基本右向きよね、ね、え、右向いちゃうあるあるとかないですかそのあるあるあるビギナーの人ってあるある多分、そういうだよねそうだよねだよねあるあるね、でも、今のあの先生のやつを見ると垂れるからちょっと右向いたんですよあー、なるほどねでもね、そんな気にしなくていいですよオッケーうんおおおまあちょっとあれだねやっぱりもっと手前なんだドクシが足らなかったよねドクシが足らなかったドクシ足らない本当その辺手前でドクシこうやってやっぱ短く持った方がいいですかうん別にどっちでもいいまあでも長くは持たない方がいいかもいっちゃうからできますうんあのね振り幅が変わってない変わってない、うん、そう大丈夫これだこれだ入れ入れ入れこのレベルだってなるじゃん入れってなるじゃんでもさ S 使って入れってなんないじゃんなんないあそうですねビューンって言ってく最中に入れみたいなやつはあるかもしれないけど当たって入ってくれみたいななんか願いはあるけどこんなちょっとでいいんだそうだよそうそう本当にこんなパターンと同じぐらいそうそうそんなぐらいの気持ちでしっかりパンって打ってあげることによって勢いがつくから勢いだけあれば別になるほど気持ち的な話じゃないよここでもうドクシですよできましたできましたできました。え、今日そういうキャラなんですかじゃあ続いからやってみて。これ足幅はあまり関係ない足幅ぐらいで足幅ぐらいはい足振りすぎたな、ね、いいねそんなぐらいそんなぐらいうまーい強いのかそうだねもっと手前でもいいよねもうちょいけどやっぱ右ですよねうんこれでも鳴るよまあでもナイスだよ弱いか。そうするとやっぱり狙ってっちゃうとああなっちゃう。そうなんだ。だからとりあえずもうそこに当てるのが目的。なるほど。狙わない。とりあえず乗せられればいいやって思う。だからそこでまあ寄ればいいかなっていう乗ればいいかなっていうぐらいで寄せるっていう頭はちょっとやめた方がいい。やめた方がいい。はい。うまい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 。そんな感じ。同じいいですね。ああなるほど、わかりました。ピッチング使えるわこれ。使えるね。いやこれすごいですよ。ピッチングすごい。向きがあるの？アプローチピッチングでアプローチしたことなかったですもん。ここなんだけど、まあ別にまあ8番アイアン持ってんだけど、8番アイアンはちょっとロフトが立ちすぎちゃうからやめといて、はい、まあ、ピッチングでまたやります。はい、で結構の左足下がりなんですけど、はい、まあ、ここにもし落ちちゃった場合。これはね、あるね、よくね、ビギナーあるあるですね。そうですよね。うん、もうどうやって打てばいいのかもう分かんないから、なんか自分で創作しちゃってなんか、うん、なんかもうなんかガーみたいな、ディッシュ。
で、大体さん、いい、いい、大体これ、カエルのところに置いとく。そっから、ちょっと岩ちゃんさん、強く言ってさ、奥、ここ。そう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 。岩ちゃんパターンでガーみたいな。そう、なるほど、そういうことね。はい。はい、なんで、まあ、何番目ですか、ちなみにここだったら。これはピッチング、こういうところピッチングを持ちます。ピッチング9番です。おうおうおう、え、どこ？ここですね。ちょっと遠い。遠い？もっと手前でも。手前？そこでいい。じゃあ、その打ち方も書いておきますよ。はい。ゲロだと思います。僕はもう頭悪いんで、58度で独死です。あ、なるほどね。はい。頭悪い。はい。そしたら、まあ私もピッチングで、まあここはね、はい、打ってきます。で、さっきと同じように、その土手。の、まあ、ラフよりもちょっと先の土手に当てて、で、ファーストバウンド。で、ツーバウンド目で、まあ、何、殻のちょっと手前ら辺につければいいな、みたいな。で、ダラ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 って、こっち下ってるから、はい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 、グリーンがね。うんうん、まあ、左足下がるだけ、左足下がるまんま。だから、こういう風にですね、上げ落としないで、必ず、もう、転がすの前提だから、左足下がっちゃう。そのまんま、大重量せずに、当てて乗せるか。そう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 、当てる。整った？え？整った？整っていいですか？整ったからじゃあどうぞ、整ったじゃん、はい、整ったじゃあれば、うん、多いね。ランデルマンだね、ランデルマンだね。よく出した、うん、ちょっと左を狙って、そうだよね。で、左だとその落とす場所の傾斜っていうのがついてる。結構土手が、うん、傾斜になってるでしょ、張ってる。なんで8番円とか9番円使ってあげた方が前に行くから力があるから。だってグリーンもさ、なんかピッチングでさ、一番最初ってさ、奥行っちゃったやつあるじゃん、はい、ちょっとこぼれちゃったやつ、はい、あれでもさ、カラーで収まってるじゃん。そう、なるほどね。だからいいね。そう、だとむしろここら辺で、ここら辺が一番ね、やだ、メンタル的にはきつい。そうだよね。うわっみたいな感じになるじゃん。うわってなるよね。そのうわをちょっとでもクラブで解消してあげる。なるほど。気持ちを楽にしてあげる。この1打がさ、やっぱりさ、そうよ、タク切れるか切れないか、僕たちのね、そういうギリギリでやってるじゃん。ギリギリの、ギリの立ちは、ね、なんでもいいんだけどさ、クラブ忘れないで。まあそうね。そうです、そうです。やっ、やぽい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 の仕方。目玉が離して、離して、離して、はいはいはい、はい、オーケー。でははい、ゲロから、はい、58、はい、まず思うがままに打っていいですか。そうだね、はい、思うがままに打って。僕はですね、ロブショット気味に打ってます。最近なんか、パッて上がるからです、うん、理由は、うん、いきます。なるほど、こんな感じ。確かに際だね、やば。出ればいいっていう、はい、
タンスです。なるほど。そしたら、はいはい、まずなぜ球を上げたいのに右足寄りに置くのか。おう、じゃあ別にまっすぐ構えるとかさ、アプローチみたいに、はい、OK。 もうちょっとここに入るんで、これを直して球じゃない、ピンみたい、ピン、もっと左だね、はい、その時にボールの、ま、ボール真ん中に置くの、ここだね、 OK。 そしたら扇子を45度ぐらいに開きます。まずはペッ、開いて、そう、その時に必ず持ち替えて、持ち替えた、はい、OK。 そしたらその分このこの足をこっちに、はい、直して、そうです、もうちょっとあっちにずれてください。そう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 、そうすると正面から見るとボールが左足のかかと延長線上になるわけ、うんうんうん、だからボールの周りを要は回るわけ、こうやって、うんうん、でも回りすぎると、うん、すげえ左向いちゃうから、うん、軽くもう本当にちょっと開いたらちょびっと向き変えるだけで、そうすると本当にあの真正面から見るとボールの、あの左足かかと線上になるから、それで OK で、うん、スタンスの方向に対してまっすぐ上げます。ほう、そうです。で、短い、もっと長くおっせそりゃ先生も怒るよ、遊びじゃないんだからこっちは、はい、うるせえな、同じビギナーだろうが、はい、はい、この時にあのこの手前を持って取るとか、なんかそういうのはあるんですか。あります。では素振り、はい、行きましょう。で、その時に砂をグリーンの方向に飛ばしてください。グリーンに飛ばしてください、はい、砂をグリーンに飛ばす。 OK、 いいね、はい、ちょっとダフりすぎだけどねで、まっすぐ、はい、引いて、どうぞ、そのまま向いて、おー、やるとうまく出ます。すげえ。で、なん でうまく出たかっていうと、素振りを1回したから、素振りをして砂を外に出しますよっていうのを自分の体に覚え込ませたから、今実際にできたんです。なるほど、イメージね。そう、イメージ。だからボールをバンカーに入った時はボールをこうやってバンって打つんじゃなくて、砂を打つわけ。おー、砂をグリーンの外に出せばボールも一緒に出る、砂を、砂と一緒に外に。だけどバンカー結構普通に打っちゃうんですよね。普通、あ、まっすぐ、まっすぐ、うん、普通に開かずに打っちゃうのはありですか、なしですか。ありだけどなしではない、まあ、ちょっと打ち方による、それは。あ、まあ、そのバンカーにもよりますけど、顎高くなければ、うん、僕は普通に打っちゃいます。うん、こんぐらいだったら普通に打っちゃって出そうかなって、うん、そうね、そうね。でちょっとグリーンとか入って、ちょっといいですか。そうそうそう予習復習大事だから、うん、オッケー。じゃあまず普通に言っちゃいますね。なるほど。まあダブったけど。そうだね。なんでるね。なんでだ。そう、ランが出るのはまあダブったっていうのもあるんだけど、まっすぐ構えてるから、開いてないから、スピンが上がりづらいってことね。だから足を出すっていうのはランを出すっていう風に見るんだったら全然あれでもいいです。だから普通に構えちゃってもいいんだけど、それだと多分ボールの手前のどこにクラブを入れた方がいいんだか分かんなくなっちゃう、分かりづらいので。では、はい、どうぞ。さっきのやつですか。まあ、さっきので、あ、じゃあ普通にまっすぐの、まっすぐバージョンでいきましょう。じゃあランを出す打ち方やります。で、まあ普通に構えちゃっていいです。で、はい、バーン、打っちゃっていいです。そうです。なんだけど振りすぎ、もっと抑える、ハーフ以下。そうそうです、そうです。その時にスピードを緩めない、スピードを速く、1、2、そうです、はい、1、2、そう、 OK。 あ、なるほど。それで打ってみましょう。わかりました、はい。先生怒ってるよ、うん、先生の言う通りにちゃんとして、速さが命、大きさじゃなくて、はい、大きさじゃなくて速さが命、速さが命です。1、2、そうだ、おー、距離バッチリ、あれだからね、うん、ナイス、あ、なるほど、チリ。で、その、あ、戻って
高さとかっていうのはまあ確かに深さもあるんだけど、その距離っていうのは振り幅とあとは速さ、高さはそんな変えなくていいです。もう全力でここからここまでしっかり振ってあげてください。そうだそうだ、また行くと、はい、お願いします。先生の、そうですね、先生はね、先生は足出し系です。アシダス系女子、アシダス系女子です、はい、なんか何だろう、アディダス系女子、ねえ、俺も思いました、うん、それで、私の場合コップはあんまり使わないです。コップっていうのはこういうこと、はあ、こういうのはあんまり使わない、はあ、これ使うのは止めたい時、はあ、だからピンがめちゃくちゃ近い時はやりますけど、基本的には、今回とかはピンまで結構遠いからやんない、はあ、使わない。うまっ、やばっ。いや、うまけんだよ、うまけん。あの一番大事なのは、うん、こっからここまで早くバンって振ってあげること、早く、なんで緩めた瞬間にもう球飛ばないから、砂も飛ばないです。緩めちゃダメ、絶対に。もうここで終わりにしちゃダメ、ここで終わりにしたらもう絶対出ないから。じゃなくてここまでしっかり振ってあげる、最悪お腹まで、まあ、絶対振ることが大事です。はい、じゃ もう一回だけおかわり、ええよ、うん、わー、すげー、ナイス、出るし、ランドルマンだし、そうそうそう、なるほどね、ランドルマン最近流行ってるんですね、動画でね、どこで流行ってるの、そう、うちの中で、ケビン・ランドルマンっていう格闘家がいるんですよ、あ、そうなんだ、そうそうそう、それとね、掛け合わせた、ちょっとつまらないやつ、カットで、早く、バンって振ってあげること、早く、なんで緩めた瞬間にもう球飛ばないから、砂も飛ばない。